どうも、北山水泳です。今日はですね、地域によって呼び方が変わる水泳の専門用語、こちらについてお話ししていきます。水泳の専門用語っていうのは、実は、統一してあるわけではないんですね。まあ、あの、結構、地域によって、この種目とかの呼び方が変わったりしちゃうんですよね。それを今回は紹介していきます。まずはこちら。 こちらですね。200メートル個人メドレー。この200メートル個人メドレーを皆様は略してどうやって言いますかこれね、呼び方が2種類あるんですね。それがこちら !2 個目そして2ンですね。これはね、本当にね、地域によって変わります。結構多分多数派。2個目って呼ぶのが多数派です。けれども、まあ、僕の住んでる関西。 関西ではですね、2個目のことをニコンと呼ぶんですね。これは結構意外、意外というか、多分関東の人からすると、ニコンとか言ったら、えニコンえカメラの会社ニコンとかなるんですよ。違うと。ニコンといえばですね、まあ、関西の人からすると、まあ、200メートル個人メドレーのことを言うんですね。で、これと一緒で、1個目は1コンですし、4個目は4コンって呼びます。 これはね、多分関西特有の呼び方なんですよね。はい、次は自由形。自由型をですね、まあ、練習メニューとか、紙に書くときに、まあ、普通の人はですね、こんな感じで、フリー、FR で、フリーって書くんですけども、まあ、これは地域というか、チームによってですね、チームによっては、このフリーのことを、こんな感じ、CR、 そうクロールクロール CR で表記するチームもあるんですね。これ結構意外ですよね。だから僕結構なんか違うチームで練習するときに、まあ、紙にですね、CR って書いてあって、え ?CR? これこれ何これ何の種目ってなった記憶があるんですよ。で、そのチームの子に聞いたら、あ、これクロールやでって言われて、 そうなんや、クロールって自由形じゃなくてクロールって表記するんやっていう記憶がありました。結構ね、この CR っていう表記するチームの方が多分少数派ですね。次はこちら。水泳のレースでいい結果があんまり出なかった時、あんまりいいレースができなかった時、これどういう風に表現しますかこれね、 いっぱい表記があるんですけど、僕が聞いたことあるのは、この2個ですね。へこった。そして、ズボった。この2種類を僕の現役時代はよく耳にしてました。僕は、へこったって言ってましたね。レースがあんまり良くなかったら、うわ、今日のレース、へこったわ、とか言います。で、関東の人かな関東のチームの人は、このへこったことを、ズボったって言ってました。 これでもね、他のチームからすると、いや、これどっちの言い方もせえへん。こういう言い方はあるっていうのは多分あると思うんですよ。ちょっとね、それは教えてほしいなと思います。これ結構その試合が良くなかった時の表現方法はもうチームによってもういっぱいあるんですよね。次はこちら。早く泳ぐ練習ですね。結構この早く泳ぐ練習っていうのは表現方法が分かれます。 で、一般的にはこれですね。ハード。一般的にはハードを使います。ハードっていうので、まあ、頑張るみたいな意味でハードっていうのを使うんですけども、僕のね、所属していました、コナミ。コナミチームは、このハードっていう表現方法じゃないんですよ。その表現方法こちら。ファースト。ファーストなんですよね。このファーストの方が、英語的には、正しい。早く。早くっていう意味は、ファースト。 で、まあ、頑張るって意味はハードなんですけど、コナミのチームは、この、まあ、早く泳ぐっていう、えー、時は、このファーストを多用してました。ハードは使ってなかったかなま、あでもハードって言われても、意味はわかってました。これハードが多分多数派で、ファーストは多分少数派やと思うな。多分コナミの人はファーストやったと思います。逆にこの、 ハードとファーストをどっちも使って、どっちもにちょっと意味があるっていうチームもあるんで、そういうチームをちょっと教えてほしいな。次、こちら、半振り。半振り、まあ、50メートル自由形。まあ、半振りって言ったり、まあ、バタフライは半端だったりするんですけど、半振り、半タ、こちらをね、もうこれはもうほんまに少数派。めちゃくちゃ少ない。半振りのことを、50振りって言う人います。50振り。 どこかな北海道かな北海道かどっかのチームの人で50振りって言いますって言ってた人がいた気がする。ただ、このね、まあ僕もちっちゃい頃は50振りって言ってました。で、なんか大きくなるにつれて半振りって呼ぶようになったんですけど、これ多分50振りって言う人は多分少数派っすね。次はこちら。え100メートルで50メートルずつ バッタ、バックって呼ぶときね。これは一般的には、一般的にか分からへんけど、僕のチームは IM ミックスって呼んでました。バッタ、バック、バック、ブレ、ブレ、フリーの練習のことを IM ミックスって言ってました。ただ、こちらは、まあこれ多分多数派も少数派もないと思うな。IM スイッチって呼ぶ人もいます。IM スイッチって呼んだり、まあ僕は IM ミックスって呼んでましたけども、これはね、どっちもで呼ぶパターンがありますね。 次は全力で泳ぐ練習全力で泳ぐ練習の時はまあ表現方法これ2種類2種類というか結構あると思うんですよまああの表記によって変わりますマックスって呼ぶ人もいますしラスト1本マックスでマックス泳ぐとかありますしで僕のチームはオールアウトオールアウト全部出すみたいな意味でオールアウトって呼んでましたこれは結構チームによって分かれるし多分マックスとかオールアウトじゃない呼び方の人もいます AN1 とかかなそういった呼び方をする人もいると思います。強度を表す単語で言う人もいますけども、これは結構チームによって分かれますね。次、次は飛び込み練習ですね。この飛び込み練習っていうのが、あの、呼び方があるんですけど、基本皆さんダイブって言うんですよ。 ダイブって言ったら、あ、飛び込み練習やなってわかるんですけども、チームによってはですね、ダイブって言ったら、あ、潜水の練習やっていう人もいるんですよ。僕が小学校の頃にいたチームは、ダイブって言ったら、潜水の練習のことでしたね。小学校ぐらいの時かな、ダイブって言ったら、潜水練習のことを表してました。まあでもダイビングって言ったら大体飛び込みじゃなくて、潜水の方をみんなイメージすると思うんで、 英語的にはどっちが新しいかなっていうのはありますよね。はい。以上が地域によって変わる水泳の専門用語でございました。結構水泳の専門用語はね、他にもまだまだあるんですけども、他のチームでね、他の地域で、いや、僕たち、私たちはこういった言い方してましたとか、まあ、この種目は私たちのチームはこういう風に違う風に呼んでますっていうのがあれば、 ぜひぜひ教えてほしいですね。水泳の専門用語は奥が深いですね。今回は以上になります。明日